ヒトラーの成果の前に立つ、ブラウナウ市長ゲアハルト、シーバ、アンドレアス・マイスリンガー及びオーストリア・ホロコースト、継承法師従事者ら。責任の家は、若年者が過去、現在、将来についてのプロジェクトに取り組むための国際会議の場を、アドルフ・ヒトラーの成果の中に設けるというコンセプトで、ある。ヒトラーの成果は、オーストリア、オーバーエスターライヒ州のブラウナウアムインに所在する。 かつて飲食店であったヒトラーの聖果は第三帝国時代にはナチ党の文化の中心であった。戦後ヒトラーの聖果は障害者の福祉施設などとして用いられた後2011年からは空き家となっていた。オーストリア自由党が当時の党首イエルカ・ハイバーの下で2000年に連立与党となってから地域新聞ブラウナウルンツシャウは ブラウンをゼットストアインツアイションというスローガンの下、署名を集めるキャンペーンを開始した。オーストリアの歴史学者であり、オーストリアホロコースト継承法師及び、ブラウナウ現代史の日の創設者であるアンドレアス・マイスリンガーは、この呼びかけに呼応し、ヒトラーの成果に責任の家を設けることを提案した。2000年5月4日、ブラウナウルントシャウは、アンドレアス・マイスリンガーの考えを、 一下のように紹介した。責任の家のコンセプト、欧州連合加盟国からのボランティア、オーストリア社会奉仕に従事している者及び、オーストリア海外奉仕にかつて従事していた者が、共に働き、生活することとなる。これにより、継続的な意見交換が行われる。責任の家は、全く新しい何かとなるべきである。建物は三つの木座橋に分けられ、一階では、 負の遺産の継承及びナチズムの背景の一審が行われる。2階は現在を対象とし、例えばオーストリア海外奉仕や第3世界の人権に関するプロジェクトなどによる人々に対する具体的な支援が提供される。3階ではより平和な未来を作るためのアイデアが持ち寄られる。このプロジェクトの哲学的な基礎はハンス・ヨナスが1979年に表した。 ダスプリントシップベラントワーチューウングという書籍である。このプロジェクトは提案から数年のうちには実現されなかったが、責任を取るというアイデア自体は残されていた。2005年にはヒトラーの生家近くの家の所有者がプロジェクトのためにその家を提供した。2002年、オーストリアホロコースト継承奉仕の従事者がヒトラーの生家の前においてオーストリア人である。 諸国民の中の正義の人の記念を行った。2009年10月、ブラウナウ市長ゲアハルトシーバは、オーストリアの新聞、クリア市場で、ヒトラーの成果に、平和の家、または、責任の家を設けることを支持すると、初めて表明した。2014年上半期に、責任の家は、一般市民並びに、ニューヨークの名誉毀損防止同盟、オシフィエンチムのアウシュビッツ11センター、 ブダペストの欧州ロマ人権センター、南京のジョンラーベ及び国際安全区記念館といった著名な国際機関から支持を得たが、ヒトラーの成果を活用するという最終決定は未だなされていない。ヒトラー生誕地の記念碑、ありがとうございます。